宇宙は人間の想像をはるかに超えるほど巨大です。地球は太陽系のほんの一部に過ぎませんし、太陽系も天の川銀河の中に存在しています。その天の川銀河も乙女座銀河団に所属し、乙女座銀河団もラニア系や超銀河団の一員というように、宇宙全体の中では天の川銀河でさえ本当にちっぽけな存在なのです。超銀河団が集まると銀河フィラメントとなり、銀河フィラメント同士の間にはまるで宇宙にぽっかりと穴が開いてしまったかのように、銀河の数が極端に少ないボイドと呼ばれる空間が広がっていると考えられています。もしあなたたち人間をボイドの中へ連れて行ったら何を体験するのでしょうか。この宇宙で最も孤独な場所への旅にあなたをご案内します。今回は超空洞、ボイドに行くとどうなるのかについてご紹介したいと思います。冒頭紹介したように、銀河が集まって銀河団を形成し、銀河団が集まって超銀河団を形成するというように、宇宙は階層構造になっています。この宇宙で最も大きな構造は、銀河の密度が少ない広大な空間であるボイドの境界線上に銀河フィラメントと呼ばれる超銀河団が繊維や壁のような形に集まっているものです。ちょうど水面にいくつもの石鹸の泡が浮いているようなイメージ。難しいですね。宇宙最大の構造という名に恥じず、その大きさはもはや想像するのも難しいほどです。天の川銀河の直径がおよそ10万光年なのに対し、天の川銀河が所属するラニア系や超銀河団の直径はおよそ5億光年、そしてラニア系や超銀河団が所属する銀河フィラメントの長さはおよそ16億光年です。ボイドの大きさはというと球に近い形をしているものが多く、その大きさは大小様々。多くのボイドは直径3000万光年から3億光年程度ですが、中には直径10億光年に迫るものも発見されています。ではそのボイド内の環境はどれほど物質の量が少ないのでしょうか。仮に地球上であなたが空いたコップを目にしたら、そのコップには何も入っていないと表現するかもしれません。しかし実際にはそのコップは空気の分子で満たされており、その数は1立方メートルあたりおよそ 2.5×10^25 個、つまり25兆個にもなります。それに対して宇宙空間の分子や原子の数はそれよりはるかに少ないことが知られています。恒星と恒星の間、つまり銀河の中の空間の原子の数は1立方メートルあたり10万個から100万個程度だと考えられています。思っているより多いと感じるかもしれませんが、地球の大気と比べると100京分の1から1000京分の1の密度です。そして銀河系の外では物質の密度はさらに低下し、1立方メートルあたり原子がなんと1個以下だと推定されています。銀河と銀河の間の空間には物質はほぼ存在しないと言っても過言ではないのです。銀河フィラメント内では銀河同士の距離は平均100万光年程度だと言われています。それに対しボイド内では銀河の密度が10分の1を下回ることもあり、例えばウシカイザーボイドという直径2億5000万光年のボイドの中には銀河はわずか60個しか発見されていません。天の川銀河の周りには直径300万光年の球形の領域の中に20個を超える銀河がひしめいており、その密度を当てはめるとウシカイザーボイドの大きさの空間には銀河の数は1万個程度存在してもおかしくないのにもかかわらず、たったの60個。実際2014年の研究ではこの宇宙の体積の 77% はボイドが占めていますが、質量は 15% 程度に過ぎないと推定しています。要するにボイドは銀河の数が少なく、物質がほぼ存在しないような空間が想像もつかないほどの距離の間広がっている、正真正銘の何もない空間ということです。それを聞いてますますボイドに移動してみたくなりましたか。前回訪れたポイントネモなど赤子同然、まさにこの宇宙における究極の孤独を味わえることでしょう。通常であれば光の速度でも最低数百万年かかるような距離ですが、
バイエンススーツがあれば一瞬であなたをボイドのど真ん中に追放、いや失礼、送り届けることが可能です。それでは良い旅を、いってらっしゃい。あなたが放り出されたのはとあるボイドのど真ん中。ここには天体観測の天敵であるまばゆい光がどの方向にも存在しません。何もない空間なのですから、せめて上下左右前後とあらゆる方向に広がる満天の星空を堪能しよう、そう思いましたか？楽しみにしているところ悪いですが、ボイドの中心から見た景色は高い確率で真っ暗でしょう。考えてみてください。地球から見た星空は天の川銀河内の恒星が光を放ち、それをあなたの目と脳が光と認識したものです。そして肉眼で見える星のほとんどは地球からせいぜい1000光年以下の距離であることが知られています。一つの星ではなく一兆個にもなる星の集合体である銀河であれば、さらに距離があっても肉眼で見ることができますが、それも期待しない方がいいでしょう。地球から最も近い銀河は星の数が少ない矮小銀河を除くとアンドロメダ銀河であり、その距離はおよそ250万光年。アンドロメダ銀河は地球上からも条件が良ければ肉眼で見ることができるため、ボイドの中で同じ距離にアンドロメダ銀河が存在したら余裕で見ることができるでしょう。しかしアンドロメダ銀河の次に近い銀河は三角座銀河と呼び、その距離はおよそ300万光年。三角座銀河はアンドロメダ銀河より小さいこともあり、人間の肉眼で見るには限界に近い明るさだと考えられています。何が言いたいかというと、人間の肉眼で見ることのできる銀河はせいぜい数百万光年以内だということです。私がボイドの直径を説明していた時に居眠りなどしていませんでしたか？多くのボイドの直径は3000万光年から3億光年程度、大きいものはそれ以上と紹介しました。そう、ボイドのど真ん中に放り出されたあなたには満天の星空を楽しむどころか、光の点の一つですら見えない可能性があります。運が良ければボイドの中心付近に存在する数少ない銀河の光を見ることができるかもしれませんが、その一筋の光以外はどの方向に目を向けたとしても深い闇が広がるばかりでしょう。ボイドへの旅に興味を持ってしまったばかりに、一点の光さえない暗闇の世界に迷い込んでしまったようですね。もうボイドなんて寂しい世界には金輪際関わりたくない、そう思いましたか？仕方ありませんね。あなたのそのわがままもバイエンスの力で叶えて差し上げましょう。その前にボイドについてこんな話をご存知ですか？ボイドの定義は周囲の空間より銀河の密度が小さい空間ですが、残念ながら実際の宇宙空間ははっきりとボイドとそうでない空間に分けることができないものです。先ほども紹介したように数は少ないものの、ボイドの内部にも確かに銀河は存在しています。そのためあるボイドを発見したと発表されたとしても、それは果たしてボイドと定義していいのかどうか論争が始まることがよくあります。そして今あなたたち人間が暮らす天の川銀河も直径20億光年にもなる巨大なボイドのほぼ中心に位置すると主張する研究が存在します。提唱した3人の研究者の頭文字を取って KBC ボイドと名付けられたそのボイドには、もちろん反対意見も存在しますが、ひょっとしたらボイドは意外と身近な存在なのかもしれません。さてお待たせしました。確かあなたボイドとは絶対に関わりたくないと言っていましたよね。仕方ありませんね。それでは天の川銀河から遠く離れた遥か彼方の銀河フィラメントに送り届けて差し上げましょう。礼には及びませんよ。それでは今度こそ良い旅を。今回のバイエンスはここまで。さようなら。